はい、あきらです、N 番に乗ってます。ここね、東京外環道のと中央高速とのジャンクションを作るための現場みたいですね。でね、外環道の方は、地下を掘ってずっとトンネルで来て、この辺で一部地上に出るらしいんだけども、これなんか全然工事進んでないみたいな感じなんだけどね。今この辺全然なんか工事止まってる感じだけどね、どうなってるんでしょうかっていうね話なんだけども、うちの近くのね、甲州街道国道20号線の辺の地下トンネルで、要は地上が陥没する事故を起こしてね、で今その地盤の改良工事っていうのをずっとやってるらしいんだけども、もうそろそろ終わんのかね。あの辺の家をね買い取るとか移転だとかね、そういうのもやってるんだけどもね、移転拒否してる人もいるのかね、よくわかんないけどね。だからそれがうまく片付けないと工事進まないらしくてね。で実はね、今住んでる家のほぼ真下もね、そのトンネルが通る予定なんだけどね、うちの辺は地盤が関東ローム層だから簡単に陥没はしないと思うんだけどね、どういうあれになるかね。これ工事始まったらなんか振動が地上に来るとか言う人もいるからね、わかるのかね。工事の振動で家にひびとか入ったら直してくれるっていうことにはなってるみたいなんだけども、それがちゃんと前後で証明できるものなのか、よくわかんないんだけどね。自分なんかその地下にトンネルが通るのを知りながら、引っ越してきちゃったからね、あんまり文句は言いにくいのはあるんだろうけども、現状来られてないのが来られたらね、文句は言えんだろうね。結構ね、工事に反対する団体がねチラシとか配ってくんだよね。俺は別に反対でも何でもないんだけどね、早く開通してくれと思ってるんだけども、やっぱね何でも反対したい人っていうのはいるもんでね。宇都宮のライトレールってね、路面電車もね長らく反対派の人がね必死に反対運動をしてたんだけども、完成して開けてみればねちゃんと黒字化してるらしいんで、そういう例もあるからね。反対理由がね赤字になるとかね、道路がさらに渋滞するとかね、その手の人は昔はね道路を作るの反対だとかね、自動車を社会にするのは反対だとかね、そういうことをやってたらしいんだけども、今は逆のことをやってるからね、面白いもんですね。トンネル事故といえばね、広島の方でも排水トンネル掘ってて表の地盤がぼっこり陥没してたからね、いくら地下何十メーターとか行ったって地盤が弱いとこだとね地表に影響しちゃうんだろうね。調布で陥没したところもね、ちょうど川のすぐそばで、おそらくねあの辺は下が砂地だとか砂とか砂利とかの層があったから、工事の振動で液状化して下に抜けちゃったから陥没したんじゃないかなと私は思ってるんだけどね。おそらくそういうことが広島のね陥没事故でも起こったんだろうね。広島の映像を見たらマンションとかがねぼっこり傾いちゃってたからね、周りの住宅もただじゃ済まないだろうから、あれを埋めてなんとかしようったってね、マンションはもうどうしようもなんないだろうね、あんだけ響いちゃったらね。賃貸だったら出てってもらって建て替えるっていうのはもうできるだろうけども、分譲マンションだったらねどうするんだろうね。いっぺん全部買い取ってやるか、建て替えるまでどっかに移ってもらうかとかだからね、大変だろうね。あれ傾いててもね自分はどかないっつって居座ってたら壊せないだろうしね、ってなことをね思いましたね。多分ね自分が現役で車運転してるうちにはねまだ開通しないと思うんだけどね、開通するとね私東北道とかね関越道とかよく使うんで、そっちに行くのにやらい便利になるんだけども、現役のうちには多分使えないだろうなと。というわけで今回はそんなしょうもない雑談でした。ご視聴ありがとうございます。